来たよ、来たよ、来たよ、来たよ人気投票終了まで、あと5分を切りましたはい、うもみさん、こっちはきです。ということでね、皆さん、待ちに待ったこの日が来ました。第17回、東宝プロジェクト、人気投票、結果発表でございます。いやー、もう、長かったね、一週間。俺はね、この日のためにね、もう、ゆうこ様に投票してくれと、もう、いろんなところで言いました。もう、YouTube でもいたし、Twitter でもいたし、もう、さらに俺も、三つのアカウントで入れてあったわ。で、あとも、隅染めの桜もね、しっかり入れときました。そう、俺の目標は、ただ一つ。 ゆうこのトップ10入りと、つみぞみの桜の1位。これです。これ最多成理できれば別にいいんです。他が、他の順位がどうなると別に大丈夫なんです。ゆうこは1位じゃなくてもいいんです。トップ10でいいんだ。そんな難しくないっしょ。そんな強欲なことは言ってない。不可能ではないから、本当もね、今回ばかりは自信あるんよ。もうみんなに言ったしねもうゆうこさに動揺しましたってコメントいっぱい見ました。もうありがとうございます。本当に。もう、こればかりは本当にありがとうございます。で、あとはもう、ロストワードと弾幕神楽でなんかすごい、 ねえ、ま、水着の優子様すげえみたいなと、ちっちゃい優子様、ロストワードのちっちゃい優子様めっちゃすげえみたいな感じになってるのもあったから、やっぱそれでもね、影響でかいんじゃないかなと思います。まあ、去年はね、ロストワードの優子様があったんだけど、ま、あ入れなかったということね。でも今回は二つありますからね。自信しかないわ。まあ、とりあえず、まあ、危険視してるのは藤原の猛虎と、シャメーマルあやと、まあ、アリスマガトロイトも入ってるかな。こっちがサナイさん。そう。こいつらがね、邪魔してるやつらなんよ。こいつらさえなきゃトップで入ってるんです。だからもう、昔たるぜお前イ見とけよ。 ということでね。まあもう、まあ、とりあえずもう、いろいろ喋ってるけど、ま、あとりあえず俺がね、投票者、<laughs> キャラをまず紹介していきましょう。まずは、もう、人用部門はこちらになります。まあ、ゆう子様と、まあ、クラピーと、ゆかり様と、元月無月小げさん、沖縄様ということで。まあ、去年は確かね、無限姉妹は入ってなかったね。以降とかそこら辺をなんか入れてた記憶があるな。で、次、音楽部門はこちらになります。まあ、1位、すみぞめの桜はもう当たり前ですね。で、歳月、ネクロファンタジア、天空のグリニッジ、悠久の蒸気関神々が恋した幻想日正常期のピエロ、ネイティブフェイス、人形裁判、月時エルナダイエル、 っていう感じかな。で、次が作品部門はこちらですね。行為場な感じででスイムとということでさあ、果たしてどんな結末になんでしょうか。まあ、正直、作品は別にどうなってもいいわ。もうどうせこの曲一章作品は別に好きなのを得たって感じ。やっぱりもう本命はキャラと音楽。ここに限る。 さあもう、今ね、50、58分になったということでね、あと2分か。多分、多分もうこの通りでいいよな。投票終わった瞬間、すぐ来ると思うよ。だからもう、あと、待つのみって感じかな。ゆうこ様ね、10年間トップ年入りしてないよ。第7回、1 2011年のやつなんだけど、それ以来ね、1回も入ってないよね。しかも、俺が投宝始めた時と一緒ねって。俺も2011年の11月に投宝プロジェクトしてんやけど、俺が投宝した年からずっと入ってないよ。悲劇だわ。 なんで入らねえのっていうね。なんだけどね、今年こそは絶対あります。なぜなら、東方歴10年目だからね。そして、ゆうこさんはもう11度目の正直ということで、もう10連敗してるんよ。もう晴らそうこれを。もう2桁行くのはもうダメだ。だからもう、決めたい。今年で絶対決めてやる。見とけ。あと1分来た。59分。 いやーもう、いつなったらもうバクバクする。緊張しかしねえもう,もうお願いしとくわ。もうゆうこさまお願いします。今年こそはゆうこ様のトップ10入りと、すみぞむの桜の1位。お願いします。お願いします。よし で、公開が、まあ、とりあえず深夜に出そうと思ってる。だから編集とかもかなり甘くなるかもしらんけど、さあどうだ時間がもう少しでくんじゃないかあと26秒。おもう、もう少しじゃ、もうこのままいっちゃおうぜ。もう、とりあえずもうね、音楽ボーマンがね、もうかなりの難敵なんよね。まあ、セブテットと応援が強すぎる。中国だったらね、応援全然人気ねえのにな。トップ10すら入んねえのになんだこんな人気なんだっていうことで、そんなこと言っているうちに、あと見えてねえな。多分これ10秒切ってますね。 多分もうこれ、これ来た瞬間もう,だもう大丈夫だよね。多分更新をしたら多分もう速報が出るはずだから。さあ、来ました。あ、来た結果発表までしばらくお待ちください。 さ、はあ、ということで、ついに、結果が来ました。どうやら、東方ステーションってとこで先になんか速報出てたらしいな。俺、それ知ったのがさ、さっきやったからさ、まさかそこが最初とは思うんかったわ。なんか、去年なんてもうなんか、この瞬間にいたやん。だから、皆さんは先に結果を知ってると思います。だから、俺は遅れて見ることになる。だから、俺がどんなリアクションするか、多分予想がつくと思います。でもね、俺は信じるよ。ゆうこ様のトップ10と、すびのめの桜の1位。これは俺、確実に来ると思ってますからね。今年ばかりはね、今まで以上に気合い入ってますからね。もう、早速見ていきましょうか。もうワクワク でししょうがないそして喜びののサングラス光ありますよーはい、そんな感じで早速見ていきましょう。本当に頼むよ。結果を見る。はいはい、いや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 、一瞬、一瞬結果が見えたけど、待ってな、待ってな、人用部門待って、あー、なんか早速なんか見えちゃったる1位が。まあまあいいでしょう、いいでしょう。とりあえず見ていきます。見てみます3、2、1、ファイア !1 位、コンパクヨーム。2連覇達成おめでとうございます。2位、霧雨マリスおっと レームレームさん三百零レーム。四位、米地五位四。フランドール五位、フランドールスカーレット。六位、伊沢湯桜さん七位、レミリアスカーレット。八位、藤原桃子。はい、九位、米地里い。<laughs> 次、来い。本当と来い。せーのああ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  マジでマジで本当良よかった。マジで本当におぉ、マジでもう涙出てきたわ。マジで本当になの本当に来たのよかったぜ。もう喜びの舞いとかも言ええわ、もう、もう純粋に嬉しい。これさ、俺のおかげじゃない俺がさ、皆さんに、ゆうさんもお願いしますって言ったからじゃない これ絶対そうだよね。え、クキノちゃんサトリき来てユーコ様来てシャメーマラヤ来てアリスマンゴドロイドコジアサナイさんやったこの去年とか今まで散々邪魔してきた奴らおいにいたぞ。マジでこれほんと、ミスとかじゃないよねほんとによーしほんと嬉しいもうこれが俺のフフ、夫婦愛だもう、これでもう、確定したろう <laughs> 俺とユうこ様はもう、もう、もう <laughs> <coughs> 夫婦なんです。もうこれが人生のパートナーの力だ。見たかな、お前ら見たかな、おい、おい、シャメマライアリスマーガトールとコーチやサナいさんよ。見たか今年は勝ってやったぞさあ、もう俺、拡散してくれこれは俺のおかげだろ絶対俺のおかげだろ絶対、動画で、動画で、ツイッターとかでもいろんなとこでユ子コさんは投票してくれ投票してくれ投票してくれ絶対言ったよ俺、おい、よかったほんと、 本俺これ、いや、来たんじゃないこれ俺、もう本当に拡散してくる子絶対俺のおかげだからな。もう公式でも俺を呼び出してくれ。俺は、西行自由子様の夫だ。人生のパートナーの、ここ夫婦くってベストパートナー、ここ1位絶対確定なの。<あ>やったぜ。うわぁもうよ、いや、もう、もう満足。もう今年最高。大好き。もう今年大好き。東方も俺で行く。大好き。よし、続き見ていこうかな。社名丸あなるほどね。 ゆかい様十16位ね。な、なま、な個下がったって感じお、<laughs> ほう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 お、みこ24位。おに、あ、5位上がってんじゃん順じゅんこ変わらず。お <laughs>、ほう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 聖者意外に高いな。思った以上に。で、ヘカーティア34位の、うん、クラピーとかどこだ他沖縄様四421個上がったおめでとう。ちまた初登場44位。今一番人気かなあの、あれ、あれの中ではね。<laughs> おうほ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 う。クラウンピース52位。前回48位。前々回44位。<laughs> だいぶ下がったな、お前。なるほど、くだまきつかさが入ってきました。イずなまるめみが入ってきました。なるほど、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 なるほど。ほうほう。おう、小町さんはなんかだいぶ下がった、72位。いや、もう俺さ、満足。もう、良かった。いや俺、俺ほ、よく、すごいと思う、俺これ。本当は俺俺、見た見た本当俺のおかげだよ、これ。 よかったって、もう滑り込んだからね、10位ね。ほんと、10位でいいって言ったからね、もうトップ10に入りすればいいって言ったら、ほんとに入ってくれたよ。これ何俺のおかげまあ、それもあるとは思うんだけど、もう、もう、ロストワードと弾幕神楽のおかげもあんのかなもうどうなんだこれ。もうなんか、お願いします。ま、少ない人も俺は絶対入ってる。俺は絶対入ってる。これはもう確実に入ってます。あそういえばなんか、17位誰なんだなんか、17位当てたらなんかみたいな <laughs>、あった気がするんだけど。 はたの心です。まあ、俺が最初に買った、え、東方のゲーム、新キロ、それですね。他は下、下ら、最後の辺まで見ていくか。うん。もうとりあえずなんか毛玉好きな人いるから、その人のやつまでちゃんとしっかり見るわ。この動画結構長くなるぞ。んほう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 。なるほどね、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 なるほどね。うんふうん,うん。113、いや、現月だいぶ下がったやん。115位って。だいぶ下がったやん。前回104位だぞ。 まじか。なんか、9作もっと注目されてほしいよな。ちょっと謎いわ、ここ。そんな9作のキャラより下の奴らがもうサニーミルクとかね、もうね、ヤタデラなるみとか、もう坂田ムの相変わらずお前に大不人気だな、お前。えー、で、無月。無月128位。だいぶ下がったな、お前、なんか。サリエル135位。毛玉139位。下がっちゃいましたよ、毛玉。ちょっと毛玉さん頑張って。ふんふん。これになるともう完全9作だなぁ。 私、旧作ね、ま、さ、しゃーないんやろうけど、なんかもっと注目されてほしいって感じはある。やっぱ魅力あるのは、やっぱ当たり前だから、もう皆さんもっと注目してください。はい、お願いしますよ。ここら辺になってくると、旧作でもない、なんか書籍版のマイナーな奴らが、どんどこどんどこ出てくる。キツネとかなんか、ホフゴブリンとか、ケセランパサランとかなんか、この前の動画でなんか行った気がするぞ。なんじゃこのキャラみたいな感じの動画で。俺行った気がするわ。<laughs> やまにぃ 座敷わらしといって、ああ、最下位なんていうのこれ、水頬みたいなやつ。こいつが最下位でした。えー、2ポイントしかね、2人しか入れてね。まず、あ、2人しか1人かどっちかだわ。さ、まあ、よかったです。とりあえずもう、ゆうこがトップで入ってくれたおかげで、もう俺はもう満足かな。まあまあ音楽部門、まあ一応見てこう。音楽部門まで1位と出たらもう大満足って感じ。それでは、見ていきましょう。3、2、1、ファイアいくよ。 1>, 1位は、優雅に咲かせ、墨染めの下からボーダーオブライフって書いてあります。いきます、3、2、はファイヤー1位、あい、いや、いや、いや、190位とかなんていうのはこ, <laughs> これ。これ、一番上やばい見,見ていかなのか、なんかこれ。いきます、3、2、はファイヤーま,まあ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 、なんかもう、もう、ゆうこ様がトップ10入ったからなんか発狂しなくてよくねってだったわね。ねさっき言ったこと何だったんだ。応援、セブテッド。 偶像サインお前問い詰めだろか次アルトマン、不死の煙。不死の煙に負けただと今まで負けてなかったのにス、マースタースパーク前回11位だよピュアヒューリーズえ、待って待って、トップ10入れあ、入ったけど6位だけどなんかま、納得いかねえ。上海紅茶会にも負けてるやん。なんかいなんか、なんか、なんだそりゃ。俺が持ってるの。ちょ、神々がご医者兼総教。 ネクロファンタジア、月どけるなだお、これ、これ歳月。お、これ辺 3, 3連続で入れてるぞ。ネイティブフェイスも俺入れてるぞ。あー、なるほどね。あ、俺、入れんくてよかった。俺ゃ、シャーイ・コー入れようか迷ってたけど、入れんくてよかったね。まあ、次から絶対入れないわ、俺。なるほどね。次は、うーん、小人族来て、マテンロ、サードアイ、少女サドリーサードアイは、まあ、入れてなかった気がするな、確かな。<laughs> ふ,んふ,んふんふんふん。ふん人形裁判俺入れたわ。あな、メイドどっちメ、またーら。 はい、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 はい。もう、正常期のピエロル48人探したトラウマの皆さんのトラウマのバッドアップル、バッドアップル92二から52二すごい。な、何があったんだ、一体。 急になんかバッドアップル、えなんかあったかヒカキンがビッ、バ、バッドアップルのやつや、やったからかはい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 。防止のエモーション。ふんふんふん。いや、僕、ここら辺になってくるとね、俺ね、わからん曲しかねえわ。や、こう、わかん、全然わかんねえ、俺、これ。あ、これはわかる。この38万キルのボヤージュはわかる。あのー、30年のやつやわ。大吉キトゥンはあれだね、あのー、あいつ。 東方悲壮店。これさ、中国だったらめちゃくちゃ人気ないよ。これ、東方悲壮店の、あ、オープニング曲みたいなやつやと思うけど、あれめちゃくちゃ人気ないってな。そう、で、u n o はね、中国だと人気ないよ。これ、15位とかそここら辺なんよね。なんか、日本と中国の考えって違うよね。何がちゃうやろうね。よくわからんね。どういう、そういう文化の違いがなんか、あるんかね。琉球の蒸気機関188位だと絶対もっと上であってほしい。俺これ入れたもん。そうか、もう多分知らん人多いんやろうな。だって、悲壮店族と氷ょなんでしか流れてないから、 もう多分、知らない人が多いんやと思うわ。だからね、みんなもっと曲を聴いてほしい。まあ、俺もそうだわな。俺、俺も曲わかんねえもん。これね、200、200台入ってる曲とか俺ほとんどわからんもん。だってどんだけ残りあんだ、これ。これ、ま、まだ中間とか言わすなよ。でもさ最後まで見てられんぞさすがに。最後、566位、勝利デモ1ポイントってなんだ、これ。俺、ね、勝利デモって何の勝利デモなのかが一切わからないわ。もうて最後、もう飛ばしちゃったよ、結局。もう、どんだけあるんだ、とか言って。もう飛ばしちゃったわ。はい、ということで、最後、作品部分行きましょう。まあ、正直ここはあんま気にしてないんで、まあまあ、なんか評表の入ればいいんじゃねえかぐらい。 まあ、感受電話も入ればいいな、みたいな感じかな。早速見ていきましょう。軽い気持ちで見ていきましょうかね。これも一番上で、ね、やっていかなあかんわ。コウマキョウ1位。まあ、予想通り。イエーヤショウ、ヨウヨウム、風人、緑、死、エーゼン。感受電話も入る。俺も入れました。お、交流道は初登場7位。おめでとう。帰京18位。うん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 。精霊線心霊病。俺の世代は心霊病やよ。 ひょういばな15位。変わんねえな、前回と。天空小番下がってる。悲想天足は俺も持ってるけど、悲想天は下がった。やっぱね、アクションってあんま人気ねえな。やっぱもう、本当の原作中の原作みたいなのは、やっぱ、シューティングやかんね。まあ、そりゃしゃあねえわなって思う。でも、アクションもなかなか好きないけどね。新起三32位はちょっとなんか、思ってたより残念だ。スインフ三36位はもう、なおさら意味がわからないわ。 昔のやつなんだけどな。コーマ教養を読むスイムーの順番で続いてんのにな、なんでこんな人気なんやここ。急にガクンって下がっちゃった本当。その次の AI 賞も結構人気あるし。ああ、終わっちゃった。54位が最後ということで、220ポイントありました。はい、ということで、以上になります。まあ、とりあえず、俺が言いたいこと言いましょう。 ゆう子様がトップ10入れてよかったーあー。これが夫婦の力よ、夫婦愛で。お前ら見てけいやー、10年ぶりのトップ10入り、おめでとうございます。いや、もうほんとね、今日は夜泣きすると思う。感動して夜泣きすると思うわ。俺普段なかなかもう映画とか見ても全然泣かないのにな。鬼滅の刃無限列車編見ても、まあ悲しいなと思ったけど、煉獄亡くなった時ね。泣きはしなかったから、そんな俺でも泣いちゃうっていうことで、もうゆう子様のトップ10入りは、やっぱそれだけ感慨深いものがあるんですよ。やっぱ他のキャラがね、トップ10入りとかさ、 になると,とはやっぱ訳が違うんですよということでね皆さん持ちのキャラは何位でしたかぜひコメント欄にてコメントお願いしますはいということで今回は以上になりますこの動画が面白いけャラはぜひチャンネル登録高評価コメントを通じてくだお願いしますはいということで今回は以上になりますご視聴ありがとうございましたじゃあ,あちなみにこの後凱旋文章を見るぜクロノジェネシスとディープボンド頑張れよそしてぜひ馬娘化お願いします 你。